ソイソース不思議とソイソース、あげるうまみさらなる高み、うどんじまうようなブツをジュリップジップ、 I gonna teach you how to use ソイソース、だからミリアただの悪ふざけ、アップ三集合 Spend money in、 yeah. うまくて強くてクリミナル、で癖になるここに入れるだって、メク様の、yeah. メク様の、全然上等ノイズインキャ、好きなように生き、好きなように死ぬ、好きなように、マドゥライに着いたんですけども、予約したホテルが Wi-Fi ありでエアコンもつけてくれるみたいな、エアコン付きの部屋ってインドはまた別で高いんですけど、人いないからエアコン付きの部屋使っていいよみたいな事前情報ももらってて、まあ、ちょっと中心から遠いんですけど、結構それ以外のホスピタリティが高そうだったんで、いやそこでと思ってさっきチェックインしに行ったんですけど、言われてた住所からさらに2キロくらい奥に連れて行かれ、挙句の果て Wi-Fi はない、エアコンがつかない、そして部屋の中に 4G 電波も入ってこないっていう、嘘だろみたいな部屋に連れて行かれてブチ切れてキャンセルしてきました。ナマスカ。というわけで急遽ホテル取り直して、まあ1時間くらい歩けば着くっぽいんで、バカ切れながら歩いてます。今3週間くらいかけてケーララ州の訛りの英語をほぼ完璧に一つできるようになったんですけど、うるせえな。いや、タミルナードっていう州に来てるんですけど、ここはまた別の言語を話すんで、また訛りが違うんですよ。同じインド人なのにめっちゃむずくて、その訛りが、 L のことイエルって言うんですよ、12のことトールって言うんですよ。無理やんそんなんで。結構初日から絶望のお知らせかもしんないですね、これは。いやー、これはリリュークチアカンは。とりあえず歩きます。はい、川渡ったとこなんすけど、街がめっちゃカラフルで可愛いっすね。ここもすげえわ。さっき信号待ちしてたらものすごい怪しげなオカマ2人組に声をかけられて、 Do you wanna eat me? って言われたんで Fuck it off って言っておきました。初めて F ワード使いましたね、インド来て。いい街だ。ちゃんと掘ってあるもんね。イエーイ。はい、無事チェックインできたんですけど、ホテルの屋上みたいなところに来ました。街が一望できるんですけど、西日もあっちの方に沈んでいってる中で、東側にですね、僕がずっと見たかった景色をやっと見ることができているのでお見せしようと思います。マジュライのヒンドゥー教のお寺です。と
やばくね？エジプトに来たような気持ちだもん今。さっき見たやつがあれで、ちっちゃいのもあるんですけど、ここにも一個でここにも一個。やばいって。やばいって。ちょっと風強すぎる。で東向きなんですよあっちが。あっちが東だから明日の朝ちょっと頑張って。いい景色見ようかなと思います。やべーとこに来た。夜ご飯でも食べに行こうか。